それでは続いて12ページ、危険物に関する法令の適用というところに入っていきます。ここでは先ほど目次で見た概要部分ですね。まあ、一体主権の対象として何を学習していくのかという点を見ていきます。学習のポイントとしては、大きく人、物、場所と、この3つが学習の対象になってきます。 でここでは細かな中身ではなくって、用語をですね、少し、まあ皆さんと一緒に確認をしていきたいと思います。本試験においては特にですね、この製造書等といった場合には、製造書、貯蔵書、取扱書、3つを含んだ概念として当然のように使われますので、まあ、これから細かな部分学習していくんですが、まずは製造書等といった場合に、この3つのですね、 施設が対象になってくるんだということを確認しておいてください。それから、まあ、3つ以外にですね、学習する部分としては、下のその他の規制、行政命令等というところになります。こちらの部分は、ルールが守られていないという時に問題になります。また、ここの部分では、用語として、市町村長といった場合には、概念として、市町村長、 都道府県知事、総務大臣。これら3つを含んで市町村長等というふうに言っていきます。この市町村長等は製造所等の所有者等。ここでは所有者、管理者、占有者。3つを含んで所有者等というふうに言っていきます。以上のルールが守られていないような場合に市町村長等は 製造所等の所有者等に対してルールを守らせるため様々な命令をすることができます。これは危険物に関する法令では第5章一番最後に学習する総まとめ的な内容になりますので、まあ、ルールが守られていない時に守らせるようにするということになります。はい。ということで以上が第1章のテーマになります。 続いて第2章以下で人に関する規制を見ていきたいと思います。このテーマに関しては以上ということになります。